どうも、サトテルです。ビニール袋か俺、飛び方アホんだら。今日の企画は高校ツッコミ、相方のツッコミを引き出せ。はい、そういうことなんですよ。でですね、ジューズはそこにいてます。エアポッツしてもらって聞こえないようにしてて、で僕が今からツッコミワード3つ決めて、それをジューザーに引き出していきたいなと思っております。ツッコミワード僕今まだ全然決めてなくて、何にしようかなって感じなんですけど、まあ最初は簡単なやつからいこうかなと思ってます。お前気持ち悪いって。はい、これお前気持ち悪いって、気持ち悪いねみたいな、まあそういうニュアンスのやつを引き出していけたらなと思います。もうお前初めてのワコムかお前って言わしたいですね。はい、いやお前ネギ玉牛丼に卵トッピングするデブか。これでいきます、3つ目。はい、これは結構難解と思います。ピンポイントで引き出すってな、絶妙にむずいと思うんですけど、あ、来ました来ました、おっそうす、行きました行きました、来ましたね。おっそうす、挨拶しとってください。あ、うっす、ジョーザーです。あ、どうもストップ。あ、どうもどうも、よろしくお願いします。結構難易度高いねんな。ほんま、うん、結構高い。お前彼女か、いけてる。なるほど。ほんまにもうお前それ何や、もう化け物やん。え、何何何何よ、おたべさん元気しとんかな。誰やねん、知らんな。うわ、表札しぶ、かまぼこいた。僕たちは叫ぶ、うわ、むず、なになになに、初めてのタコス。いやお前アコムな、初めてのアコムな、ごめんごめん、初めてのケバブ。触り方エロいな。エロすぎやろ。いやー、俺さ、ピザ頼んだらチーズトッピングしたくなるしさ、カレー頼んだらカレートッピングしたくなるんだよな。いやな、マジ、あとなんていうのな、なんかわかる、言いたいこと。全然わからない。ステーキにはこうステーキトッピングしちゃうみたいな、うん、薄塩ポテチには塩かけちゃうみたいな、うん、感じやねんな、感じないよ、うん、これ今日朝うんち拭いた手やねん、手で拭いて、うん、その手で今こすってます。ありがとうございます、ありがとうございます。え、一番難易度低いと思ってたんけどな、これが。情緒不安定やん。どうしよう。きつ。うわあ。くそ。皆さん今歯がゆいですよね。分かってます。僕も歯がゆいです。もうスネゲとか抜いて食べちゃいます。食べちゃう。どう？スネゲ食べちゃう。くそー、じゃあこれ俺ちょっと俺が悪いな今。いやあ、スリスリとかしたいわ。うん、猫か。あ、これも違うね。もしツッコミではないと。はいはいはい。納豆を食べるとき、うん、俺もう2個目、3パックやん、うん、2パック目の納豆のタレまで出して、俺1個にこう2個分のソースかけちゃうんよな。そういうのあんのよ。
どういうこと？ネギ焼きにはネギトッピングしたくなるしさ、なんかなんてやろな。わかる？言いたいこと。ネギ焼きにはネギあるからな。そうそう。ねえけどネギトッピングしたくなるみたいな感じ。素振り100回って言われたら1000回しちゃうし。6時に帰ってきやって言われたら7時に帰っちゃうし、髪の毛切りやって言われたら伸ばしちゃうしみたいな。なんて言うんだろうな、ヘンテコリンなんだ。ヘンテコリンなんだ僕。あーこれ無理かな、むずすぎてかもしれへん。リタイアでもいいっすか？これさすがにやばいっすか？いけてますかね？俺も気になる。いけてるよな。じゃあもう結果発表します。すいません、グダグダして一つ目から言っていいですか？はい。お前気持ち悪いねん。まあ、おおよそ、うん、キモいね。そう、キモい、まあ、こういうボケが、うん、キモい、もう引き出そうとしてました。で、もう一個は お前初めてのアコムか、お前アコムのリズムでそんなん言うなみたいな言います。まあまあ、言ってて、アコムかお前。一応セーフ。最後のツッコミ、これが難しかったな、ほんまに。お前ネギ玉牛丼で卵トッピングするデブか。わかるかそんなん。誰がわかんねん。これやっていいけど。そう、誰もわからんわ。これ無理、悔しいね。これ行きたかったな俺。もう一回言って、何て言ったっけ。お前ネギ玉牛丼に卵トッピングするデブか。これさ、どうしても言われたんよ、気持ちいいから。ちょ言ってくれ、やるから。ハンバーガー作るってなったら、うん、パン2枚やん、うん、4枚でやっちゃう。お前ネギ玉牛丼に卵トッピングするデブか。何やねんこれ。もうすごいの考えてきたな。やっぱな、上級編を見したかってんな。まあ、俺もさ、実際もうツッコミではないやん、うん、時いつもやってくれたんか、うん、ツッコミむずいよ。むずすぎたよな、しかも題が。いやまあこんなもんです、すいません。鬼下りました、まあ、多分カットで異様な短さになってるんですけど、でもこれがガチやからな。これがガチなんです。こんなもんですよ、うん、あのうまいことやってる人いるでしょ。嘘です、うん、できません。そういうことです。体がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。